おー、レッツゴー、ズズチッズズズチッズズチッズズズチッ、サラパサラパサラパパラパ、サラコンチャンネル。今日はね、気合が入ってるよ。すごい、どうしたの、その圧がすごい、圧が来るよ。今日はね、テストを受けに行くの。何のテスト、何のテストかっていうと、なんと、サラニが、サラニ受けろ受けろって言った中国語検定、HSK ってやつなんだけど、それの3級に受かったら一緒に中国に行ってくれるって言ったの。だからもうこれは受かってお兄ちゃんと一緒に中国行きたいと思って、この HSK 3級、行きますけど、問題の意味全然分かんない。どういうこと？お兄ちゃんが紹介してくれた塾に通ったんよ。そして教科書終わったんだけど、1冊、それってレベルが2級だった。でもお兄ちゃんがお金払えって言ったら3級だった。授業は2級の授業を受けて、今度テスト今日受けるのが3級なの。そう、っていうか全然違うよ。1級より3級の方が簡単だと思った。だから英検とかってそうだもん。サラーニはさ、しかも聞いて面白いんだけど、サラーニさ、ひよってさ、3級のお金払ったのに今日一緒に行ってないんだよ。え、サラちゃんお兄ちゃんテスト受けないの？そう、なんか、ね、どういうこと？友達とたまたま出かけるとか言って、お出かけしちゃったの。お出かけしちゃったの。だからサラは空気でも吸ってこようと思って、で、あわよくば受かればいいですよ。サラなりに、多分合計20時間ぐらい勉強したの。20時間がどんなもんなのか僕には分からんよ。でもサラ的にはサラ本当勉強嫌いじゃん。無理してないから、無理してないってことは相当勉強してないけど、でもサラはポイントを抑えてる気がするから受かるって信じてる。っていうか受かるんだよ、きっと。根拠のない、これカメラ撮ってるでしょ、だから撮って、不合格だったら何も再び更新がなかったら落ちたんだなって空気読んでくれる。今日頑張ってね。でもさ、思うんだけど、新しいことにチャレンジするってすごい面白いよ。面白いけど、僕が頑張ってねっていう全力のエールにサラちゃんも自分のこと話すする頑張ってね、サラちゃん。サラなりにサラなりに頑張ったんだから、過去問だって買ったんだよ。まず買うことが大事だよ。確かに、まあ形から入るじゃないけどね。そう、まあ、そんな感じでね、今日はサラ頑張ってくれるんで、みんなも新しいことに挑戦してください。それでは行ってまいります。はい、秋葉原に来ました。なんか秋葉原カフェで調べたら、めちゃめちゃ美味しそうなフレンチトーストがあったの。なんか中は柔らか、外はサクサクみたいな。そう、宣伝みたいになっちゃったけど、またこれを食べてから勉強をします。試験直前に勉強するの？試験直前に勉強ってそれまでに準備するもんじゃないの、普通。いや、サラはその直前に勉強する人だった。じゃあサラちゃん勉強するよ。勉強すんの？サラのね、カバンの中にはね、酸っぱいもん、元気がなくなった時の酸っぱいもん。受験票、紙、しわくちゃじゃん。一応、暑かった T シャツ、ここも5個。ちゃんと勉強してんだね。ペン、財布は財布。財布あるの？あ、それが財布なんだ。汚ね、めっちゃパンパンじゃん。ちなみにこれサラのリアルな全財産。口座にはないの？すっからかん。やば、すっからかん。その沖縄に土地を買ったんだよね。うん、この人形も写して見て。何人形って、何それ。なんかこれパパがどっちもこれもつけていつも面白くくれるんだけど、なんかなんだろう、袋が500円ぐらいの人形かなと思ったら、ちゃっかりなんかなの。ブランドなの、すごいね。なんかよかった。へえー、
さあちゃんのバック紹介でした。まずカンニングしたくなった、ダメ、当たり前でしょカンニングの足で。あとは誰よりも先に試験会場に着いた、それによって自分がその試験会場を支配してくる試合じゃないんだから試合と一緒だよ、何言ってる、試合と一緒、自分が一番最初についてるっていう、そのマウンティングをする。で、私がここのオーナーだと思う、そしたら緊張もしない。確かに、それがサラの今日の作戦です。じゃあ楽しみだ。これが本命の狙いで、狙っていた外はサクサク中はカリカリというやつですよ。ネット情報、ネット情報、このサラ手作りのかけら食べて、店員さんがやってくれてさ、まあそうだけど、切っただけじゃん、サラちゃん。どう、いただきます。え、サラちゃん手作りだ。え、美味しい、美味しい、中はふわふわ、外は中に、うわ最高、最高、うわー、またサラちゃんがこうやってしてくれたから3倍美味しい、うわー、いただきます。痛いな。うん、うん、まだ噛んでないでしょ、サラちゃんこれは美味しいよ。本当？これはめっちゃ美味しいね。このサクサクもあって、サラのセンスよし。旗から見たらデートに見えなかった。デートでしょ？勉強で？これデートじゃないの？テスト前の補給だよ。何とかとか言ってたの？そう。見て楽しいね。じゃあ問題ね。まずじゃあ例文ね。はい。GUAN と書いて、ガン。合ってる？ガン。じゃん。J-I-A-N ジャーン F-U-I はいはいフライゴルめっちゃ難しい X-I クシッ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 これちょっと微妙に違う、嘘で合ってるか、合ってるよ、合ってんじゃん、合ってんじゃん、さあちゃん、すげえ、結構できてるやん、されちゃうでしょ、すごいじゃん、これ浮かんじゃない、浮かんない、浮かんじゃないの、さらちゃん、これは万が一受かっちゃうかもしれない、やばいよ、もしかするともしかしちゃうかもしれない、じゃあ頑張ってこう、うん、行ってきます。今から会場に向かいます。緊張するよ。それでは行ってきます。おかえりなさい、サラちゃん。ダメだ。え？とね、サラが来るって分かっててね、難しくした。誰がそれ？いや本当に過去問に出てたのと全然違う。嘘。レベルが。できなかった。とあんまり手応えなし。手応えなし。手応えなし。一番点数の取れるとこが取れなかった。そこがサラの強みだって思ってたのに。ああなるほどね、わかるよ。例えば相手さ、カウンター狙いでさ、相手は、まあ、あの下がるようなタイプだなって思ったけど、意外にこう前に出てアグレッシブで、あれちょっと違うって、まあそういう感じかな、意外にこいつ攻めてくるみたいな、そういう感じ、そんな感じ、やばいやばいやばいってダメ、残念かい、わかんない、まだ諦めないよ、でもまぐれがあるかもしれない、まぐれ、でもそらさっき最後の問題がね、覚えてるの、最後の問題だけど、ジャオ出てきた、ジャオ、それ出てこないシャアが出てきた、シャア、シャアって XI？ それじゃない、それ C、 シャアが出てきて、シャアって思ってて、最後奇跡が起きて、シャアだけ分かったで、シャアって下か上って分かってたの、どっちか、下か上なの、で下って書いて消しゴムで消して、上って書いて消しゴムで消して、最後確か下にしたんじゃないかな、実際どっちだった、下だった、でも最後下にしたかな、多分下にした、いける、うん、分かんないけど、サラのせい、サラのために難しくしてたよ絶対、そんなことある、分かんないけど、結果はとりあえず1ヶ月後だから、じゃあ今日お疲れ様ってことで、これちょっと楽しみだね、は
ということで、みんなさりげなくさ、テストの結果を楽しみにしててね。本当に何1ヶ月後何も更新なかったら、うん、これは不合格だという。シャーってこと。シャーって不合格って言うの、わかんない、シャーって下だから。 あ、そういうことで、シャーこれシャーで、こっちがシャン、シャンだった気がする。シャンシャン、シャオとシャンをやってたということで、みんなもいろんなことに挑戦してみてね。いいねとチャンネル登録お願いします。バイバイ。